バッチャの人形。バッチャの田舎に行った時の話やで。バッチャの家に一人でおった時に、市松人形が話しかけてきたんや。全く怖くなかったし、わいに田舎のこととか、いろいろ教えてくれたんや。んで、 バッチャたちが帰ってくる頃に一松人形が、バッチャのこと、よろしく頼むね。って言って、いきなり動かなくなったんや。んで、帰ってきたバッチャたちにそのことを話したら、バッチャがいきなり泣き出したんや。どうやら、バッチャの病死した姉に、死を。 って人がおったらしくてその塩が大事にしていた市松人形をやったらしいバッチャの人形はなちゃん。 高校生の時にばあちゃんが亡くなり、畳で市松人形をいただいた。かなり古いが可愛い顔で、いい品だと見て取れるような市松さん。花ちゃん、と名付け、髪飾りを作ってつけてあげたり、よく可愛がっていた。 大学進学で一人暮らしになるとき、花ちゃんも連れてきた。そのうちサークルの友達や先輩を部屋にあげるようになったが、ふと気づくと時折、花ちゃんがまじ切れしていた。他人にはわからないらしいが、目をつり上げ、眉間にシワを寄せた顔は、 まさに、まじぎれ。しばらくして、ある特定の先輩が来た時のみ、まじぎれしていることに気づいた。その時、部屋からこまごましたものが稀に紛失していた。必ず、サークル内の人が複数で来た後に。波風を立てたくないし、 亡くなってもすぐ困るものでもなかったからずっと黙っていた。だがまさかと思い、A 先輩に花ちゃんのことは言わず、ただ物がなくなることだけ相談すると、A 先輩が花ちゃんが切れた先輩を問い詰めてくれた。結果的に私は花ちゃんが切れた先輩から、 惚れられていたらしい。把握していた紛失物は、ヘアピン、紙ゴム、小さなマスコットなどだったが、A 先輩の矢探しにより、箸、リップクリーム、下着、というダメージの大きなものも発見。窃盗で警察へ行く前に、 相手の親が出てきて、示談金と相手の退学、それから今後一切関わらない、の念書で済ませた。この時は気づかせてくれた花ちゃんにすごく感謝した。A 先輩や友達からは、下着なくなってんのを気づけよ。と、そう突っ込みをいただいた。 その後、A 先輩が部屋に来ると、花ちゃんは超エビス顔。もう今にも、よー、来たなゆっくりしていけ。とか言いそうなエビス顔。マジきレ顔と違い、これについては A 先輩も、なんか花ちゃん、笑ってないと言っていた。 A 先輩とは、なんだかんだで付き合うことになり、そのまま結婚した。ばあちゃんの霊が花ちゃんにとも一時期思っていたが、やっぱり花ちゃんは花ちゃんなのだと、今は思う。何年かしたら、今、お腹の中の娘のお守りになってもらう予定です。 花ちゃん神様と人形知り合いの話彼の実家は山奥の神社である神主職を継いではいないが社の仕事はよく手伝っているそうだ 秋祭りの際に、神楽を奉納するのだが、その折に変わった仕事がある。祭りの前に、人形を何体か購入し、舞台袖の見えないところに置いておくのだ。姿形は別に問わないが、手足が動く作りであることが大切であるらしい。祭りが終わった翌日、人形は魂抜きをしてから燃やすのだそうだ。 なぜこんなことをするのか聞いてみると、お山から降りてきた神様が人形に入って、神楽などの祭り行事を楽しむからだという。だから人形に粗相がないよう、大事に扱うよう指示される。気をつける点としては、あまりうまい出来の人形は選ばないこと。神様が形を気に入ってしまうと、 なかなかお山に帰ってくれないからだそうだ。角があってもいけないらしい。神様とは別のものが入ることがあるから、とか。そういえば、と彼は呟いた。俺、ガキの頃にヤシ舞台で小さな人影が踊っているのを見た記憶があるんだ。何かの見間違いだと思ってこれまで忘れていたけど、今、 人形の話をしていて思い出した。あれって神様が入ってたのかなそうかもしれないな。とりあえずそう返しておいた。神様と人形。 首なしぐるみ知り合いの話寂しい山道を一人歩いている時のこと行く手に場違いな影が現れた四頭身ぐらいの頭でっかちなクマさんがふらふらとした足取りで歩いてくるイベントや 遊園地で使われるような熊の着ぐるみだったそういやこの近くに遊園地や映画撮影所なんかあったっけどちらから紛れ込んだんだろうと考えていると嫌な匂いが鼻をついた肉が腐ったかのような匂い前方の着ぐるみから漂ってくるよく見ると 熊の大きな頭が乗っている首の下から胸腹にかけて黒いシミがべっとりと広がっていた。山で怪我でもしたのかと思い慌てて駆け寄ろうとした目の前で着ぐるみはつまずき前のめりになった。コロンと熊の頭が転がり落ちる。ゴロゴロと 何か重いものが作り物の頭の中で転がっているような音がした。彼はゆっくり顔を上げて胴体だけになった着ぐるみを見つめた。着ぐるみの首の上、本来は中の人の顔がある空間には何も存在していなかった。首なしぐるみは 一瞬立ち止まったが、すぐにまたふらふらと前に進み出した。熊が落とした頭を拾おうとかがんだ頃、ようやく我に帰った彼は、キビを返して後ろも見ずに逃げ出した。それ以来、彼は着ぐるみを見かけると、身構えてしまうようになった、と言う。 首なしグルミはいゾうも人形にまつわる不思議な話その2をご視聴くださいまして誠にありがとうございます影の象と申します皆様お正月いかがお過ごしでしたでしょうかえっとね象はもうひたすら寝て テレビ見て、ご飯食べて、をひたすら繰り返してました。なんかね、特にその、何の理由もないんですけども、携帯を実はずっと放置してまして、ちょっとそろそろいろんな人に連絡しないといけないなとは思ってるんですけども、もうね、えっと、ずっと妹夫婦が今家にいまして、そのペットのえトイプードルもセットで家にいるんですけど、もうね、本当に可愛くて、 これ多分違う回でも多分話してると思うんですけども、それぐらいペットって可愛いんだなっていうのをちょっと再確認しましたね。僕はまあ寝そべってると僕の上に乗ってくるんですよね。で、鼻のあのひたすら舐めるってことをしてくるんですけども、まあペットの話ばっかりしててもしゃあないんで、えっと、人形にまつわる話もするんですけど、まあまああの僕オタクでして、でまあオタクにもまあいろんなパターンがいるんですけども、例えばアベンジャーズ。 が好きななな男性結構いいるんんじゃないかなと思うんですけどアベンジャーズの、例えば、まあまあ、あの、成功な作りの人形とかあるんですよ。30センチ以上するような、あの、ガチの数万円するようなやつ。あんまりね、それには惹かれないんですよね。まあ、集め出すと、めちゃくちゃ金がかかるし、場所も取っちゃうっていうのが、まあ一番なんですけども。もう一つあって、なんかその、映画に出てきた、 何かそのものが欲しいっていう思いがあって、ちっちゃい人形じゃなくて1分の1サイズの何かが欲しいっていうのがまあ強い思いであって、なので、ちょっと今年の目標の一つに、チャイルドプレイのグッドガイ人形を変えるように頑張るっていうのをちょっと入れとこうかなっていうふうに思いました。えー、それでは人形にまつわる不思議な話その3でお会いできましたら幸いです。影の象でした。ほなほな。